やれやれ、てめえ正真正銘の史上最低な男だぜ。てめえのつけば金では払えねえぜ。中傷だぜ。違う。旅はいつ。終わりを迎える。慌てる必要はない。うわあ、相変わらず不気味なところだな。調べる必要がなかったらオイラ絶対にこんなところ来なかったぞ。あ、見ろよ、誰かいるぞ。おや、旅人とパイモン、まさかこんなところで会うとは。どうしてエイヒがここにいるんだ。いつもはリーユエコーで仕事してるだろ。なんでまたこんな人のいないところに。ああ、実は今回少し特殊な仕事を受けたんだ。だが双眼巨炎の底がこんな風になっていたとはね。私もこの目で見るのは初めてだ。ああ、それよりも二人にお願いがあるんだ。何者かが私のことを探していてな。もし私のことを聞かれたら見ていないと答えてくれないか。え、何があったんだ。
違うんだ。でも説明すると長くなる。とにかくうまくごまかしてくれ。じゃあまたな。だおい、エンヒのやつを本当に言っちゃったな。どうしよう、オイラなんだか急に怖くなってきたぞ。あいつ法を破ってここまで逃げてきたんじゃないよな。まさか何か恐ろしい事件を起こしてたり。考えが甘いぞ。世の中はな、すっごく複雑なんだ。最悪の事態を想定しておかないと、万が一何かあったらオイラたち縁日の共犯者になっちゃうぞ。だ、いや、ここは縁日をかばってやるべきか。それとも、おい、そこのお前、あ、本当に誰か来たぞ。でもこの声、どこかで聞いたことあるような。ガまさかこんなところでお前らに会えるとはな。なんだ、休暇でも満喫中か。お、お前たちその様子からして相変わらず愉快に過ごしてるみてえだな。俺様もだぜ。あれ、お前の後ろにいる人って。はじめまして、荒滝派の久喜忍です。へへへ、忘れるところだったぜ。紹介してやる。こいつは俺ら荒滝派の中でも一番のやり手、忍だ。おお、荒滝派の人だったんだな。こいつは花見坂で活動する凄腕なんだぜ。荒滝派に入んのも当然の流れだな。しかもだ、荒滝派の厄介事はいつも忍がやってくれてる。なんならお前たちの面倒も忍が見てやってもいいぞ。親分の友人ならば私の友人でもある。旅人にパイモン、二人とも会えて光栄だ。お、いいやつだな。じゃあオイラも忍って呼んでいいか。ああ、今後ともよろしく頼む。実は近いうちに二人には世話になりそうな予感がするんだ。でも一等、さっき荒滝派の厄介事は忍がやってくれてるって言ったよな。それなら忍の方が親分にふさわしくないか。バカなこと言うんじゃねえ、パイモン。親分はこの俺様に決まってんだろ。天上天下花見坂荒滝派の親分はこの俺様以外にありえねえ。なるほど、ダメ親分と凄腕の部下ってとこだな。おい、まあいい、お前のその小さな脳みそじゃ理解できないのも無理ないこと。ここは俺様が大人になってやる。それよりも本題に入ろう。お前ら桃色の髪をしたほうなんとかかを見なかったか。物知りで小柄で変な帽子をかぶってるやつなんだが。はっ、リーユへの法律家で名を縁妃という。二人なら知ってると思ったんだが。え、見たこともあったこともないぞ。知り合いだなんてそんなことありえない。ほん、会ったことあるみてえだな。おいら、何も言ってないぞ。でたらめ言うなよ。ビクビクしてんのが見え見えだぜ。どうやら図星のようだな。嘘をつくとき人は無意識に目が泳ぐものだ、パイモン。だが安心してくれ、私たちに悪意はない。お前ら縁日のことを知ってるのか。知ってるも何も、そいつは俺様の命の恩人なんだ。
命の恩人？あれ、そういえば二人は何しに双眼巨炎まで来たんだ？最近稲妻の鎖国令が解除されたことは知ってるか？忍は卒業証書を取りに D 上に来たんだ。だが一人で遠出するのは危険だろ。だから俺もついてきたってわけだ。卒業証書？リーユへの学校にでも通ってたのか？ああ、リーユへの同文学塾で法学を学んでいた。ただ残念ながら卒業前に一度実家へ帰ったところ、ちょうど鎖国が始まってしまってな。それで卒業証書をもらうのが数年遅れてしまったんだ。リーユエ校で用事を済ませるため並んでいたところ、親分が戦艦軍と揉め始めてな。連行されそうになった親分を通りがかった縁飛さんが助けてくれたんだ。あの恩人の助けがなけりゃ今頃はリーユエの牢屋だから。だからその礼に彼女を手伝ってやりてんだよ。だが手伝いは不要だと言われちまった。そんなことありえると思うか？生きてりゃ何かしら困ったことに遭遇するもんだろう。だから彼女の後を追っていざという時に助けてやろうと思ったんだ。鬼ばあばが言ってたんだ、男なら恩に報いるべきだってな。たとえ剣の山に登り火の海に飛び込むことになろうとも、この新たき一頭、あの法律家を助けると心に固く決めたんだ。じゃあもし縁飛がお前の助けを必要としてなかったらどうするつもりなんだ？そんなことありえねえな。絶対にありえねえ旅人。おお、そうか、オンに銀ぜ。んじゃ俺たちは探しに行く。出発すんぞ。勝負。恩人さん、俺様が駆けつけるまで持ちこたえろよ。ありがとう。じゃあまた。さっきわざとイットに嘘ついただろう。多分忍はお前の言ったことを信じてなかったと思うぞ。それかイットがあまりにしつこいから縁飛に迷惑かけないように忍も配慮したのかも。あの忍ってやつなかなか切れ者だな。これでも縁飛を探すやつはいないはずだ。後で本人に会ったらこのことを教えてやろうぜ。よし、じゃあオイラたちは柱がぶつかったところに行こう。いざ。さすがは旅人とパイモン。あの派手な見た目をした兄ちゃんだが、あまりに情熱的で困っていたんだ。普段なら友達になれたかもしれないが、あいにく今日は用事があってな。うーん、わざわざこんな変なところに来るなんて一体どんな用事なんだ？まさかお前も冒険者になりたいとか？私は法律家だ。たまに遠くへ出張することもある。今回この双眼巨炎に来たのもある遺言のためだ。遺言？ああ、とある古書にあったのを見つけたんだ。昔の貴人が残したものだと思う。それによると失った法宝を取り戻したいらしい。法律家って
そんな仕事もするのか。大変なんだな。遺言の内容を執行することも法律家の仕事の一つだ。もちろんこのような依頼は多くない。それに双眼巨炎もそう滅多に来られる場所ではない。あら、知っていたのね。うわ、誰だ。おっと、やはりここにいたか。名のある法律家が双眼巨炎にまでやってきて、私の意見を聞く必要なんてないと思うけど。イエランがいるところで私みたいなのが好き勝手できるわけがないだろう。こいつ一体何者なんだ。彼女はイエラン、リーユへの一応総務士に勤めているってことでいいのか。とにかく私の友人だ。ええ、それで構わないわ。この辺りにはたまたま仕事で来ていたの。君たちとはちょっとした縁で結ばれたというわけね。君たちは私のことを知らないかもしれないけど、私は旅人とパイモンのことをいろいろと耳にしているわ。私の仕事は双眼巨炎を観察することよ。君たちがここで何かするなら規則により私も同行させてもらう。ただ今回は他にも仕事があるの。だから残念だけど最後までは付き合えないかもしれない。くれぐれもトラブルを起こさないよう慎重に行動してちょうだい。これは参ったな。頼みたいことがあったんだが、昔のよしみでこの遺言のために少し時間を割いてくれないだろうか。そのお願いを聞くからには誠意を見せてもらわないとね。ああ、もちろんだとも。ガイドの依頼料はもちろんだが、たまたまピンバーヤからいい茶葉をもらってね。よければお茶をご馳走させてくれ。とりあえず今回の目的を教えてくれるかしら。おい、おめえら、どうしてイットがここに。くそ、わざと違う方向教えたな。旅人、俺様の味方じゃなかったのかよ。待ちなさい。ん？誰だお前。悪いけどここ一帯は双眼という名の用地、部外者は立ち入り禁止なの。ふざけんな。警告も策もねえくせに入るなだと。本当に危険な場所は注意喚起するような掲示を行わないものよ。ここってそんな重要な場所だったのか。ああ、ここは気軽に出入りできる場所ではない。だからこそ二人についてきてほしくなかったんだ。あれほど断ったというのに無視されるとは残念だ。リーユエに対して数々の貢献をしてくれた旅人、リーユエの法律家として名高い縁起、私はこの二人の立場と行動を信頼しているからここでの活動を阻止しなかった。でも君たちの場合。ああ、どういう意味だ。この俺様が有名じゃないと。それともなんだ、俺様が何か企んでるとでも思ってんのか。君の素性が不明だから行動を制限させてもらうだけよ。それに縁起は君の助けを必要としているように見えないけど。はっ、そんなのどうしてわかんだよ。お前はこいつの母ちゃんか。そんなこと一目瞭然じゃないの。君の方こそ稲妻からリーユエに来たからには豪に従ってもらいたいものね。お前、落ち着いてくれ。親分、彼女の言い分は正しい。おいおい、喧嘩になりそうだぞ。なんとも面倒な。イエランとは正面から知らなかったんだ。そこまで言うのなら早々に離れよう。ただ本当に危険な場所なら警告文ぐらいは出した方がいいと思うがな。ご意見ありがとう。考えておくわ。もし俺たちがここを離れない
と言ったらどうする？親分。あら、そう。じゃあ不愉快なことが起きるかもしれないわね。ああ、俺たち二人相手に勝てると思ってんのか？いい度胸じゃねえか。旅人と縁日の友達とはいえ、私の忠告は聞いた方がいいわよ。へへ、面白え。俺様は人に指図されるのが大嫌いでな。そんなに自信あんなら、お手並み拝見といこうじゃねえか。待ってくれ親分、ここで争う必要なんかないだろう。いや、こうなりゃ意地でも中に入ってやる。それをこいつに何ができるってんだ？この私がただのジョークを言っているとでも？まずい、本当に喧嘩するつもりだぞ。ちょっと待った、ことの発端は私にも原因がある。ここは私の顔を立てて。まずい、これは。あ、話をそらすな。俺様は、本を下敷きにしただけでは衝撃を防げなかったか。これはどこなんだ？ここ。えっ、おい、みんな大丈夫か？はあ、とんだ災難に見舞われたものだな。オイラたち、一体どれくらい落ちてきたんだ？先ほどの口論中に地盤が崩れたようね。もしかしたら元素力が作用して。俺様のせいじゃねえぞ。あんなひでえ言われ方したら誰だって腹立つだろ。部外者の侵入を阻止する、それが私の仕事よ。責務を貫くのがひどいというのなら、君の心いくらなんでも弱すぎるわ。てめえ、俺様は屈するのが嫌いなだけだ。親分、口で勝てない相手に反論しても意味ないと思うよ。忍、お前どっちの味方なんだよ。事実を言ったまで。気持ちはわかるが、すぐに頭に血が上って喧嘩ばっかり。それで周りに迷惑をかけるのはどうかと思うんだが。一途のやつ、口ではイエランに負けるし、忍にも叱られてる。完全に立場ないな。むかー、なんだと。オイラと一途一緒にするなよ。おい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 、そりゃどういう意味だ？喧嘩売ってんのか？おいらは事実を言っただけだぞ。イットがバカだってことは常識だろ。この俺様がバカだと？ちょ、お前なんか空飛ぶチビスケだ。空飛ぶチビスケ？ふにょーい。なら、おいらだってダサいあだ名をつけてやる。そうだな。お前は牛使い野郎だ。へっ、今度から牛使い野郎って呼んでやる。私たちはだいぶ高いところから落ちたようだ。上の状況が全く見えない。この高さ、直接登るのは不可能ね。他の道を探さないと。みんな、おしゃべりに夢中なところ止めちゃって悪いけど、伝えておかなきゃいけないことがあるわ。双眼巨炎はリーユエでも神秘に包まれた地で、数年前の採掘事故によって封鎖された場所。ここでは見ない、聞かない、質問しないを守って行動してくれるかしら。
知らない方がいいこともあるものなの。原則として私は皆を敵に回すようなことはしない。どうか君たちも守秘義務がある私を困らせないでほしい。もちろん出口を探すため私も尽力するわ。はあ？なんであいつ行っちまったんだ？きっと出口を探しに行ったんだろう。イェランは私たちの中でも最も危機的状況の対処に長けた人物だ。ここは黙って行かせよう。基本的に遺言の内容を関係者以外に公開することはできない。だから本当のことを二人には伝えられなかったんだ。すまない。私は遺言に書かれていた大義版を手に入れるためこの双眼巨炎にやってきた。その方法は何年も前にいずれ必要な場所で役立つようにと私の依頼主が獅子に渡したものだ。そして目撃者によるとその方法を受け取った男は双眼巨炎へ向かった後行方不明になったという。双眼巨炎は歴史上数多くの戦争が起きた場所だ。たとえその者が争いの中で亡くなっていたとしても私は方法を取り戻すのに最善を尽くしたい。依頼主の願いを叶えるためにもな。さっきイェランが話したことも全て事実だ。双眼巨炎には危険が潜んでいる。お前たちも身をもって体感しただろう。今はこんな状況なんだ。力を合わせて突破口を探すしかない。恩人がそう言うんなら、まあここは顔を立ててやってもいい。こっからは全員仲間だ。一応あいつも仲間として見てやる。イェランって総務士で働いてるんだよな。なんだか妙にすごそうな人だったけど、総務士の仕事ってああいった能力まで必要なのか？まあ世間一般には総務士で勤めていると言って間違いない。彼女の身分についてはあまり多くを明かせないんだ。ただこの仕事は彼女にしかできないってことは確かだ。一体どんな仕事なんだよ。こんなしけた場所で働かないといけねえなんて。はっ、おいら知ってるぞ。冒険者だろ。なんだよその顔。おいらたちも同じような感じだし間違ってないと思うぞ。お前なんだか最近ケチになったな。肩書きぐらい借りたっていいだろう。そうだぞ旅人。お前はパイモンの親分だろ。親分なら親分らしく子分を可愛がってやらねえと。おいらたちはそんな関係じゃないぞ。パイモン、親分の突拍子もない発言は気にしないでくれ。ふん、忍がそう言うなら許してやる。おい、はあ、親分はこの俺様だぞ。俺が譲歩してやってんだ。まさかここは記録にないもう一箇所の封印の内側なのかしら。一体ここには何が。食料と水は持ってきている。もし必要なら言ってくれ。おお、さすがだぜ。牛使い野郎は賢くないけどお前の部下は頼もしいな。棒に何やら入り口があるようね。奥に道が続いているみたいだわ。どこに繋がってるんだろう。行ってみようぜ。
ところに秘境の入り口があるなんて不思議だな。入り口があんなら出口もあるはずだ。入ってみようぜ。うむ、本で読んだものと同じだ。周囲にあるのは古くから存在するリーウェの岩石だろう。この秘境、おそらくかなり昔からあるようだな。音はあ、シャア！コウマ大使、どうしてこんなところに。あ、今しがた降りてきたところだ。ごう音が聞こえたゆえ確かめに来た。うっかり落ちちゃったのか。ならオイラたちと一緒に行動しないか。遠慮する。我には他にすべきことがあるからな。人探しだ。ここはお前たちが来るような場所ではない。早々に立ち去るがいい。相変わらず風のように現れて風のように去っていくな。さっきのあんちゃん、かなり気合い入ったやつだったな。この俺様と互角にやり合える手だれみてえだった。牛使い野郎のくせに、その自信どっから来るんだよ。あの方を一人で行かせて本当にいいのか。あいつは一人で行動するのが好きなんだ。それに人の話なんか聞かないしな。でもすごいやつだから放っておいても大丈夫だと思うぞ。みんな気を引き締めてちょうだい。この先何があるかわからないわ。周囲によく注意して常に心構えをしておいて。お前らを仲間と認めはしたが、俺様にはずば抜けた才がある。こいつの注意も案内も俺様には必要ねえ。親分。ああ、わかったわかったよ。オイラはイェランがいると安心感が増すけどな。牛使いやろ、外国から来たんだからみんなと仲良くしないとダメだろ。空飛ぶチビスケ、お前はこの国のやつじゃねえだろ。完全懲悪、仁義を通すよ。この形式の迷宮は確かにリーウェならではのものだ。なんつう珍しい場所なんだ。急いでなけりゃここの景色を堪能できたかもしんねえな。逃げ道はありません。この剣はわかるかい。股間奥義はっ、いやいやっ、隙ありはっ。見切りました。ヒュッハッガンザン八九。このぐるぐる回る構造、前に言った仙人の秘境と似てるな。もしかしてここ。
難攻不落。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。吹き飛べ冒険だ冒険。天理チョーク突き合い剣女盤石。難攻不落。冒険だ冒険。よし出発だ。逃げ道はありません。天に召せ全員とけ。左右ルコン裁きの雷鳴。テッそこやっテッセッテッタッテッハッフッハッフッテットッハッハッはあります。動くべき。他奥義てはっはっ見切りました。はっはってふっふっふっやっせっふっせっふっやっせっそこふってはっ裁きの雷鳴。皆は俺が守れ。天道万象吹き飛べ。稲光すなわち永遠なり。せっふっさっせっせっはっよっそこ
そばにいてく。天理チョーク。大ウルト。逃げ道はありません。さて、無我の境地。見切りました。岩山八九。おい、あそこ見ろよ。出口かもしれないぞ。おかしい。どうなってやがるんだ。オイラたち戻ってきちゃったのか。ここさっき通った場所だよな。出発地点のようだな。俺らは道を間違えてねえはずだ。ずっと出口を目指して進んでた。道を戻ったりもしてねえ。ええ、私もそう思うわ。旅人、俺ら道を間違えてねえよな。どういうことなんだ。そういや、稲妻にはこんな話がある。商人が夜道を歩いてると、タヌキが妖術で同じところを一晩中さまよわせるらしい。夜が明けるまで抜け出せないとか。木田商のことだな。オイラも知ってるぞ。なら話が早い。つまり俺たちは今そういうのに遭遇したってことだ。だが心配いられ。俺様には邪気を払える助っ人がいるからな。こういう時はそいつを呼べばいい。イットって鬼なのに邪気を払える友達がいるんだな。なんていうか肝が据わってるな。鈍いとこが親分が楽しく生きていけてる理由だから。いでよ牛を。こいつが荒竹派の隠れ構成員牛をだ。おう、牛をが挨拶してるみてえだぜ。お前らこいつのことは牛岡、牛兄貴って呼んでやってくれ。牛は道を探すのが得意なんだ。こいつに案内してもらえば一発だぜ。隠れ構成員なんていたのね。私には頼りなさそうに見えるんだが。さあどうでしょうね。行け牛を、俺たちのために道を切り開け。ああ、なんだって？どうしたんだ？道に沿って全部探したらしいが、出口がないらしい。いや、入れるのに出られないわけがねえ。くそ、俺様が見てくる。気づいたか？最初、私たちは上の方から落ちてきた。つまり、高いところに出入り口があったはずだ。それが今はなくなっている。一体これはどういうことだ。この地底の建物は思ったほど単純ではないようだな。この辺りを調べてみましょう。この辺岩壁だらけだな。もしかしてオイラたちが勘違いしてるだけで、本当は落ちてきてなんかいないんじゃないか。おい、なんだ、怖くなったのか。別にオイラは怖がってなんかないぞ。お前が怖がってんの牛は感じ取ってるみたいだぜ。心配すんな。もし怖けりゃ、いいえ、俺たちが守ってやる。立ち止まっててもしょうがねえ。もう一度探すぞ。忍ぶ、
お前は恩人と一緒にいろ。俺様は旅人とパイモンを連れていく。分かった。みんなくれぐれも気をつけてくれ。恩人だなんて大げさな。私のことは縁起でいい。それにしてもさすが荒滝派の親分だ。ヒットさんは統率力に優れているんだな。それほどでもねえよ。それから俺様にサンなんていらねえぜ。イットって呼んでくれ。お前らとは仲間になるって約束したんだ。助け合わねえとな。タイワン、怖いなら俺様が目を覆ってやるぜ。本当に出口がないなんて。一体どうなってんだここは。親分、そっちはどうだった。それにさっきチラッとだが人影を数人見た気がする。角の生えた化け物とか出てこなけりゃいいが。冗談なんか言ってる場合じゃないけど、お前だって角の生えた鬼だろ。そうじゃねえ。俺様が言ってんのは姿が消えたりするほど化け物だよ。お化けが怖いのか。あらら、バレてしまったみたいだな親分。そんなわけねえだろ。でたらめ言うだ。イットの反応を見てたら急に怖くなくなってきたぞ。おい牛使いやろう。怖いならオイラ様が目を覆ってやるち。どうやら他にやることを探してこの緊迫した空気を和らげないと。塩少々、胡椒少々。ああ、焼きスミレウリだ。美味しいから食べてみてくれ。ああ、塩味と甘めの味付けの2種類あるんだが、どっちがいい？そうか、じゃあ2つやろう。このような状況だからこそ、心の平穏を保つのは大事だ。もし私の推測が正しければ、ここには私と親分が知ってはいけない秘密があるんだろう。安心してくれ。親分が首を突っ込まないようにしておくから。おう、食べ物を焼いているのか。縁起さんもどうだ。いや、私はお腹が空いてないから後でいい。そういえば忍と会うのは久しぶりだね。ああ、前に会ったのは私がリーウェの学校に通っていた時のことだ。縁起さんが先生の代わりに授業をしてくれた。授業、ああ思い出した。確か冬だったか。みんな縁起さんの授業はとても面白いと言っていたよ。そう考えると私は縁起さんのことを先輩と呼んだ方が良さそうだ。悪くない呼び方だね。気に入ったよ。まさか後輩とこのような問題に巻き込まれるとは思ってなかった。これもある種の縁というものだろう。ああ、しかも面白い知識を教えてくれるから学生の中でもかなり人気があったんだ。忍はお世辞が上手だ。全員ここにいたのね。イエラン、手分けして探したんだが出口は見つからなかった。そっちは収穫あったか。なかったわ。それからあまりこれは言いたくないのだけど、心して聞いてくれるかしら。もしこのまま道が見つからなかったら、しばらく地下で過ごすことになるわ。やはりそうなるか。わかった。でも入ることができて出ることのできない地下空間なんてありえない。引き続き試行錯誤してみるつもりよ。みんなも出口につながりそうな場所を見つけたら安全に気を配りながら調べてみてちょうだい。おい、そんな
真剣な顔して何かするつもりか。そう、そっか、あいつに助けてもらうんだな。おう、じゃあやってみようぜ。あー、反応がない。ショウならどこにいてもすぐに駆けつけてくれると思ったのに。もしかしてあのショウでさえオイラたちの気配を感じられないのか。一度見てくる。この俺様、新たき天下独尊の力があれば。親分。なんだ、そんなマジな顔して。焼きすみれ売りだ。はあ、こんな面倒ごとの真っ只中だってのに、のんきにすみれ売り焼いてんのか。ほれ見ろ、聞いたか、牛尾もお前が正しいって。牛尾、お前どっちの味方してんだよ。補給はとても重要なことだ。十分な体力と安定した精神状態でなければ未知の脅威にも対応できない。牛尾もそれを理解しているんだろう。お前ら揃いも揃ってんって、すでに食ってやがる。つうことはもう焼けてんのか。いい匂いじゃねえか。わかった、とりあえず腹ごしらえといこう。全部食べるなよ、俺様にも二つぐらいよこせ。まさかこんなところに閉じ込められるとは。参ったな。たとえ私に知識があってもその大半は法律に関するものばかり。脱獄のことなどさっぱりだ。まあ、お父様と楽しく生きることを契約している身だ。少なくともここで落ち込んではいけない。いい方向に考えるんだ。そう、ここで見聞を広めたり旧友と親睦を深めたりするのはいいことだと。うん、そうだ、これはいいこと。よし。現在出口が見つからないという至極厄介な状況にあるわ。もうしばらくここに閉じ込められることを覚悟しておいてちょうだい。幸い物資は今のところ足りているし、この一時しのぎのチームにも危機的状況への対処に長けた人物がいる。君たちも気をつけてちょうだい。あとは私に任せて。することがない、暇だ。外の世界を自由に走り回りたいぞ。じゃあ自由に飛び回りたいぞ。とにかく
外に出たい気持ちでいっぱいだ。一日？おいらは何ヶ月も経ってる気がするけど、いや、何ヶ月は大げさでも、少なくとも20日以上は経ってるだろ。よう、こんなところでだべってたのか。あ、来たな、牛使い野郎。みんな、さっきあたりを一周してみたんだが、今日も収穫はなかった。そうか、とりあえず水を飲んで一休みした方がいい。ありがとう、忍。水分補給を忘れてた。助かるよ。ああ、こっから出て、街ん中を転げ回りて。こんなクソみてえなところで、毎日を無駄にするなんて、虚しすぎんだろ。外に行けば、ラーメンを食って、花見だってできんのによ。ラーメン？待てよ。旅人、ラーメンといえば腹は減っているか。私もだ。質問を変えよう。このメンツの中で一番食いしん坊なのは誰だ。私ではないと思う。何ジロジロ見てやがる。俺様なわけねえだろ。きっとこいつだ、こいつ。おい、どうしてオイラを見るんだよ。パイモンはお腹が空いたか。そうでもないけど、どうしたんだ。なるほど。は？なるほどって何がだよ。私もさっき聞こえた。20日経っても空腹を感じない。そんなことありえるだろうか。そこも問題だな。人によって時間の経つ感じ方が違う。個人差があるとはいえ、これはいくらなんでも差が大きすぎる。そういや、俺様は3日から5日ぐらい経ってる気がすんのに、喉が渇いてねえし腹も減ってねえ。食べ物を焼いたのも飢えのせいではなく気分転換のためだ。もともと食料は節約しようと考えていたが、不思議とあれから腹は減っていない。腹が空かないだけじゃない。体も大して疲れていないようだ。寝ようが寝まいが、それもあまり影響していない気がする。私も同じだ。休んでも体は元の調子のまま。かといって疲労感も増えていない。まるで体の状態が停滞しているかのような妙な感覚だ。なんだかますます不気味になってきたぞ。考えただけで背筋がちょっとする。どうしたんだ。何か思いついたのか。そりゃおかしいな。それが本当ならあのアンちゃんは危険な状況にあんのかもしれねえ。あの方は仙人だ。滅多のことでは危機に陥らないはず。おそらくここでは私たちの想像を絶するような事態が起きているのかもしれない。みんな、ついに見つけたわ。あっちに新しい道があったの。どこか別の場所につながっているかもしれない。出口か。よし、でかした。出口、これでやっと外に出られそうだな。いや、そう簡単にはいかないはずだ。気を引き締めて行動した方がいい。特に変わったところはなさそうだけど。さっきこの石の壁を調べた時に妙な違和感があったの。おそらくこれには隠蔽の術がかけられているわ。この奥にある通路を隠すためのね。本当に道があるぞ。だいぶ苦労したが、ようやく出られるってわけか。イエランさんの洞察力と意志の強さには感服するな。ここ数日ほとんど休んでいなかったんじゃないか。大丈夫よ、別に疲れてないから。それじゃあ
全員揃っていることだし、中に入ってみましょう。おお、早く行こう。おいら、こんなところさっさと脱出したいぜ。花と酒を手に景色を堪能。盤石。岩山八九。のイカズチ難攻不落。いや、付き合った付き合燃えろ、はい、雨を描きがたし。たははふ岩山八九。逃げ道はありません。
気をしっかり持て、よく見ろ。ああ手を下す。戦っているようだ。一体誰が。天道、ここにある。古賀奥義、この剣はわかるか。剣女盤石。はあ。見切りました。やっ。せ、は。みんなは俺が守れ。傷つけることなどできない。この声はきっとショウだ。多分何かあったんだ。戦ってるみたいだな。俺たちが助けてやんねえと。でもどうやって探せばいいんだ。岩山八九た。みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。天道万象雨描く裁きの雷、ここより弱滅の時。そこ、逃げ道はあります。剣女盤石、燃えろ。みんなは俺が守れ。古賀奥義、天道ここにある。難攻不落。よし、稲光、すなわち永遠なり。ふっはっはっ、よし、そこ、せっはっせっふっせっ。
の盤石。全力攻撃だ。天理チョーク。裁きの雷。打たれを二式となれ。この剣は分かるかい。くらえ。はっ。ぜんとせ。みんなは俺が守れ。難攻不落。無我の境地。逃げ道はあります。岩山八九。止め。雨を描きがたし。この剣は分かるかい。裁きの雷。やっふっ。剣に見せ。全員どけ。剣の盤石。はっせ。突きあり。ふっはっ。燃えろ。土台を刺しているみたいだ。行ってみようぜ。地面が溶けた？この下に何があるんだ？あの、ショーってあんちゃんが下にいいんじゃねえか？早く助けてやんねえと。待って、何かおかしいわ。これは、小さな裂け目のようだな。ま、生身の人間が入ってるわけねえよな。コウマ大使。ショウ、ショウなのか。おいおい、びっくりさせんじゃねえよ。あれ、これって幻か？透き通ってて触れないぞ。コウマ大使、私たちの声は聞こえるか？おい、アンちゃん、しっかりしろ。反応がない。そんな。お前たち喋った。おお。オイラたち、音を頼りにずっとお前のこと探してたんだぞ。本当にここにいたんだな。でもどういうことだ？なんでお前に触れないんだよ。まるで影みたいだぞ。影。しかし、なんつう偶然だ。アンちゃんが行方不明だって知ってすぐに戦ってる音が聞こえてきたんだ。運がいいね。怪我はねえか？偶然だと？待て、何か妙だ。この卑怯は異常だ。お前たち、一刻も早くこの場から去れ。急いで合流した方がいいわね。コウマ大使、一体何が起きたんだ？今どこにいる？私たちが迎えに行くから、そこで待っててくれ。いや、それよりもお前らの身の安全を優先しろ。この空間はどうやら消えた。一体どこに行ったんだ？怪我してるみたいだし、早く助けに行かないと。この近くで探索できるところとなると、おそらくこの穴の先しかないだろう。まさか怪我人に警告されるとはな。俺たちは別に危険な目に遭っちゃいねえってのに。で、この穴の中に秘密が隠されてんだよな。心配すんね、あんちゃん。
この俺様がすぐに助けてやる。おやぶん、一人で突っ走るのはやめてくれ。犬じゃないんだから。心配無用、俺様は無敵だから。あ、俺様のケツが。どうやら穴はかなり深い。みんな気をつけてくれ。ことね、俺様のケツは頑丈だからな。痛かったら泣いたらいい。私は笑いをこらえるから。笑うのかよ、同情するところだろ。ここは同情すればそれは親分の威厳に対する冒涜になってしまうだろう。それに痛いのは私じゃないから。笑ってはいけないぞ。大丈夫だ、好きなだけ笑ってくれていい。しのぶ、お前は鬼か。心つむがねえのか。待って、おそらく高魔耐性はここにいない。それよりもこんなところに門があるなんて。なるほどな、ありゃ遭難者用の小屋だ。絵本で読んだことがあんぜ。危険地帯に小屋を建てるいいやつがいるってな。困ってる人がいたらそこで休めるようになってるらしい。あんちゃんはきっとあの中にいる。そんな気がしねえか。なるほど、それだ。いや、危機感のある人ならそんな楽観的な考えはしない。牛使い野郎、手下と意見が分かれたみたいだな。お前もうなずいてたろ。つまりお前も同類ってことだ。何喜んでやがる。だがな、忍、そこがお前が俺様より劣っているところだ。わかるか。お前らには門を開ける度胸がねえってことだろ。ならばこの俺様が開けてやる。ほら、どいたどいた。これを開けりゃ外に出れるはずだ。大さん、悪鬼大さん。うわあ、私の目がおかしくなったのか、門の中に人がいたような。んなわけねえだろう、きっと見間違いだ。もう一回開けてみたらどうだ。おう、わかった。何度だって開けてやれ。毎日遊んでばかりでうちの子までたぶらかして、大さん、大さん。あの人たち、豆の入ったお椀を抱えてたけど、一体どういうこと。あれは豆をまいて鬼を退治する人たちだ。親分は鬼だからな。なんつう恐ろしい光景だ。
そもそもなんでここに稲妻人がいるんだよ。落ち着け。お前も稲妻人だろう。俺様は稲妻の鬼だ。人間じゃねえ。それよりもこの門はもしかして稲妻へ通じているのか。そんなわけないだろう。この場所どんだけおかしいんだよ。怪奇現象が起きてるとしか思えないぞ。開けたいやつは開けりゃいい。俺様はごめんだぜ。次は誰だ。おいパイモン、次はお前が行け。無理無理、おいや怖いから。誰かが代わりに。私がやろう。おう決まれよ。門の中の奴らに負けんな。ああ、中がどうなっているのか私が見てやろう。忍、また本を読んでいるの？そんなことばかりかまけていないで、私の言う通り鳴神大社の巫女になりなさい。お母さんがあなたのために見つけたいい仕事よ。あ、今の誰だ？一体何が起きたんだ？おい、さっきの人ってまさか。恥ずかしながら今のは私の母の声だ。まさかこのようなところにまで来てまた聞かされるとは。さっき巫女になれと言われていたようだが。私は巫女になりたくなくてリーウェの学校に通い始めたんだけど、家族はそれを認めてくれなかった。稲妻へ帰った後も鳴神大社で働くよう私に望んでいるんだ。宮司のことだったらオイラも知ってるぞ。巫女ってかなりいい職業なんだろ。家の中で飼える猫もいれば、野生でしか生きられない猫もいる。私は絶対的な自由を必要とする人間だ。巫女の仕事は悪くないが、私には向いていない。そうだな、お前にはやっぱり荒滝派の方が向いてる。見ろよ今のお前のその堂々とした姿を。お前らもそう思うだろう。ああ、私も今のままでいいと思うぞ。仕事とはやはり興味のあるものにつくのが一番だ。その点については私も同意見よ。どうやらこの門は開けたやつの苦手なもんが現れるみてえだな。こんなの誰が開けられるってんだよ。あのあんちゃんが助けを待ってるはずだ。ここでグズグズしてる暇はねえってのに。他の人も試してみたらどうだ。遠慮するわ。心の中で恐れているものが現れるのなら私には試せない。この中に門を開けられる人がいるとしたらそれは私じゃないわ。どうしてだ。この原理自体がおかしいと思わないかしら。私は1ミリも信じていないの。だから何かが起きるはずもないわ。確かにお前って夢とかもなさそうだもんな。なら私がやってみよう。おお、さすが俺様の恩人、いい度胸してんぜ。おそらくあるとは思うが思い出せないんだ。でもこの門を開ければそれを知ることができる。まったく今日一日何やってたの。4キロあった塩のうち売ったのは1キロだけ。残りの 1.5 キロは人にあげて、もう 1.5 キロは酒と交換するなんて。それでいくらの稼ぎになったかわかる？はあ？店の商品を適当に売っていいと言ったのはあんただろう。なのに人にあげて何が悪い？このバカ！隣のじいさんに塩を取りに来させたでしょ。その時途中で転んで足を折ったって言うじゃない。しかもそこの息子が慰謝料を求めてんのよ。あんたって人はまったく、はあ、なるほど、民事訴訟か。さっきのは誰だったんだ。
誰でもない。ただ私を悩ませた民事訴訟の縮図だ。ふん、つまり日常で起こるいざこざが怖いってこと？いや、ただつまらないことで争う人が苦手なだけだ。先ほどの案件も良かれと思ってしたことが大きな災いを招いている。善意のつもりが怪我の原因になってしまうとはね。はあ、実に残念な結果だよ。私は世に起きた問題を少しでも解決するためこの仕事に就いた。だが人の心の複雑さだけは今もまだうまくつかめていない。わかるよ。人の心ほど複雑で傷つきやすいものはない。さて、他にも試してみたい人はいるか？私を見ないでちょうだい。絶対にやらないから。言えらんよ。ここにいる全員は仲間だろ。試したくないっつってもちゃんとした理由がなきゃな。なるほどね。じゃあ正直に言うけど、私はリーユエ七世の天中園行幸の下で働いているの。仕事の内容はリーユエの重要な秘密に関わっているわ。この門を開けてもし秘密に触れてしまったら、ここにいる全員を口封じのために処分することになるかもしれない。この理由で満足いただけたかしら？おお、そうか。すげえじゃねえか。それよりも忍ぶ、天中園行子って誰だ？秘密を探っていることがバレたら、生きたまま双眼鏡園から返してくれないかもしれない人。それが行幸だ。親分、この世界について本当に何も知らないんだな。知らねえとなんか問題あんのか？俺様は自由気ままな鬼だぞ。イエランって行幸のとこで働いてたのか。彼女が言わないから私も秘密にしていたんだ。ならイエランはこの門を開けない方がいいだろう。旅人はどうだ？試してみないか？そうだな。この門を開けたらオイラたちの探してる人がいるかもしれないぞ。行方不明のショーがこの中にいる可能性もゼロじゃない。やってみようぜ。あんしんね。旅人、何か見つかったか？助けなきゃならねえ人は、あんちゃんはこの中にいたのか？その重苦しい表情、何か不快なものでも見たようね。そんな、大丈夫だ。お前の妹さんならオイラが一緒に探してやるから元気出せ。くそ、この妙なもんめ、ぶん殴ってやりて。疲れてさえなかったら
オイラも一緒に殴ってやったぞ。ふい。おい、どうした？元気ねえじゃねえか。つまり、あの門を通っても鉱魔耐性は見つからなかった。それだけでなく、目をそらしたくなるものまで見てしまった。この秘境、なんだか嫌な感じがするわ。常に変化しているみたいな。しかも私たちにとって不利な方向に。どういう意味だ？私もそう感じた。ここは一筋縄ではいかない場所だ。軽率な行動は控えた方がいい。ああ、私たちは鉱魔耐性の跡を追って降りてきたというのに、ここには奇妙な門が一つあるだけだった。その門の中も異様だ。自身の恐れているものを見せられる。私たちはきっと常識から外れた空間にいるのだろう。それにいろいろとあったせいか、少し疲れを感じる。ここでは疲労がたまらないはずなのに。けどまだ致命的なものではないはずよ。でなければ何も食べていないのに餓死しないことの説明がつかないわ。私たちの状態の変化が空間にどう影響を与えるかが心配だな。空腹。はい、おいら急に疲れてきたぞ。いろんなことがありすぎて心に余裕がなくなってきたのかも。喋ってたらなんだか俺様も疲れてきた。いやいや、こんなのきっと気のせいだ。考えすぎねえ方がいい。手足に力が入らなくなってきた。これまでの推測では、私たちが疲労や空腹を感じないのはこの空間にいることで体の状態が停滞すると考えたからだ。だが今の状況から判断するに、精神的な疲弊は避けられないようだな。まだ鉱魔耐性は見つかっていないが、とりあえず体調と精神状態を整えるのを優先した方がいい。人助けをする前に自分が倒れてしまっては本末転倒だ。そうだな、休めるとこまで戻ろう。おい、チビスケ、大丈夫か？俺様がおぶってやろうか？今までずっと休んでいないのだろう。本当に大丈夫なのか？ここは予想以上に危険な場所だぞ。問題ないわ。私は集中力を必要とされる重労働が得意なの。それに君も何か新しい考えがあるんでしょ？気づいてたのか？人の表情を読むのも私の仕事よ。ああ、そうだったな。だが今はまだ初歩的な段階に過ぎない。ちゃんと整理して形になってから伝えることにする。そうね、その方がいいわ。私もいくつか考えていることがあるの。確認できたら改めて言うわね。そうかしら。今はみんなで解決策を考えないといけないからな。こんなことが起こるとはな。ああ、あれのことか。見られてしまった以上隠してもしょうがない。まさにあれが私の心に潜む一番の恐怖だ。巫女だけにはなりたくない。巫女として歩む人生はあまりにも退屈だからな。長いこと荒滝派にいると様々な場面に遭遇する。問題の後始末をするときには今まで学んできたあらゆる知識を生かすことができるんだ。まあ
面倒事が大半を占めてはいるが、少なくとも荒滝派にいる私は孫をことなく自由だと言える。みんなと一緒に街を歩いたり、焼きたてのスミレ売りを手に郊外で座り込んだり。なんだかバカみたいだろ。でもきっとそれが私の望む人生なんだ。笑わないでくれよ。もし笑ったら殴らないなんて保証はできないからな。牛尾、あのもんをもう一度見つけてくれねえか。いいところに来てくれた。ちょうど牛尾とそのことについて話してたところだ。門の中にいたやつが豆を投げてきたことは、まあ多めに見てやる。だがお前にまで妙な真似をしたのは許せねえ。もう手は尽くしただと。兄弟、そんなに早く諦めんじゃねえって。もう一度試してみてくんねえか。それでもダメなら別の門でもいい。外の世界に直接つながる門を探してくれ。あ、そうだ旅人、もし時間があったら少し付き合ってくれないか。話したいことがあるんだ。あそこでまた会おう。旅人、来てくれたか。今この空間について考えていたんだ。未知の脅威が潜んでいる以上、悠長に構えている暇はない。一刻も早く鉱魔体制と合流すべきだろう。しかし都合が良すぎると思わないか。お前から鉱魔体制のことを聞いてすぐにあの空間から彼の声が聞こえてきただろう。まるで恋に仕組まれたもののようだ。鉱魔体制がその場にいると錯覚させ、未知の場所まで誘い込まれたかのような。一つ私には推測がある。だがいきなりそれを皆に伝えては怖がらせてしまうだろう。先ほど見た鉱魔体制の反応から察するに、おそらく彼は私たちと別の空間にいるはずだ。だがその声も姿も私たちのいる空間にまで届いた。もしかするとこの空間は元より錯綜しているのではないだろうか。ここにいるはずのない人、そして霊まで見えている。空腹を感じないのは体の状態が停滞しているのが原因だ。つまり私たちの時間が止まってしまっているということ。もしこの推測が正しければ私たちは非常に不合理な場所にいることになる。つまり様々な情報が一つの可能性を示している。この地下空間は時間と空間が錯綜しているということだ。しかしそのように錯綜した空間だからこそ、どこにいるのかわからない仲間の声を捉えることができた。実に不条理だな。もちろんこの空間がそれを私たちに聞かせたのであれば話は別だ。そして先ほど鉱魔体制の身に起こったことについて一つ考えがある。私たちは彼に会ったのではなく、別の場所にいた彼の姿が何らかの空間の変化により伝わり、それを見たのではないだろうか。旅人、先ほど門の中でアビスを見たと言っていたな。あの門は一見すると意地の悪いいたずらにしか見えない。あそこで私たちは怖いものを見せられただけだ。だがもしその中に入るよう誘導するものがあったら、門の向こうに何があるのかは誰にも見当がつかない。最初は冗談のようないたずらで油断を誘い、次に真の脅威によって覗いたものを捕らえる。この空間は手強い相手だ。私たちの思考を読んで手のひらで転がすように操っている。それでも私はただ黙って待っているつもりなどない。覚えているか、あの溶けた地面の横に小さな空間の裂け目があったのを。
ああ、あれからは空間に干渉する術に近いものを感じた。だがそこに秘められた力は通常のものよりはるかに強力だった。コウマ体制の出現は私たちと彼の空間が交わること、ましてや私たちに彼の声が聞こえ姿が見えることなど想定していないような印象を受けた。この空間は私たちを罠にはめるためのものだと思う。だからわざとコウマ体制の声をここに送ったんだろう。だがこの変化が空間に裂け目を作ることを予期していなかったように感じる。つまり私たちがコウマ体制と会話したことはそれにとっても予想外の状況だったということだ。そうだ、あれから私は戻って辺りをじっくりと調べてみた。このような混沌とした空間が交わり続ければあらゆる事象が起こりうる。だが私はこれをチャンスだとも思う。もし空間が私たちの心を利用し惑わす現象を作るのならば、旅人、私と同じように想像をしてみてくれ。心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。もしかしたらもう一度コウマ体制の声を捉えられるかもしれない。この感じ、うん、そこか。はあ？うわ、イエランの現像を破る技を真似てみた。こうもうまくいくとは思わなかったがな。声はこの現像の奥から聞こえるようだ。入って確認してみよう。心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。もしかしたらもう一度コウマ体制の声を捉えられるかもしれない。声がはっきり聞こえるようになった。ここはそうか、そう、シャはここで何を経験し、もし500年前の崩壊で死んだのに、奴はなぜまたここに現れ、あの死にできるものが、なぜなのか、いや、じゃ、誇り。声がより鮮明に聞こえるようになった。おそらくこの辺りだ。コウマ体制、聞こえるか。エンヒだ、旅人と共にあなたを探している。旅人、エンヒ、よし、うまくいった。そちらの状況はどうなっている？バレなら問題ない。よく聞いてくれ。この空間は錯綜し混沌としている。私たちは同じ空間にいない可能性がある。だが音であれば稀に飛び越えることができるようだ。つまり別々に分かたれた空間が交差する瞬間があるということだ。我がいる場所は一切が混沌に満ちている。いいな、夜叉の身に宿る汚れは人間にとって有害だ。いや、その危険を上回るほどに今の状況は切迫しているんだ。この空間は仲間を探そうとする心理を利用し罠を作り出してくる。あなたが一緒にいなければ、あなたを探そうとする私たちは常に危険な状況に身を置き続けることになるんだ。お前たちも危機に遭遇したと。我のことは探さなくていい。私たちはあなたが心配なんだ。先ほども旅人が罠にかかって危険な部屋に入ってしまった。どうやって合流する？コウマ体制、私たちの声がどこから聞こえるか探してくれ。
最も鮮明に聞こえるところを見つけて、そこで何かすればうまくいくかもしれない。そうか、混沌ゆえに交錯する空間、何かをすれば。なるほど。急いでくれ、この機を逃せば次はないかもしれない。下がれ。とにかく彼を拠点へ。これでお互いを見失わずに進め。あら、こちらもいろいろなことが起きた。しかしこれは私たちの安全のためだけではない。怪我をしているあなたを放っておくわけにはいかないだろう。たかが怪我だ、大したことはない。それに足を引っ張るのはごめんだ。足を引っ張るなどと思っていない。みんなあなたを必要としているんだ。私たちのためだと思ってここに残ってくれないか。わかった。怪我をしているのですからひとまず休んでください。他のことはまた後にしましょう。ああ、そう、やはり簡単なことではなかったのね。あら、旅人。うん、ちょうどいい。話したいことがあったんだ。私もこの空間そのものに狙われているような、そんな感じがしていたの。でもそれを逆手に取るなんてさすが縁比ね。時間と空間が錯綜しているという事実は先ほどの試みで確認が取れた。となればこの空間が生み出す罠に警戒する必要がある。コーマ体制も見つかったことだし、あとは出口を探すのみか。さっきもう一度秘境を探索してみたの。新しい道を見つけることはできなかったけど、多少収穫はあったわ。私の一族は代々砲術の修練を積んでいてね。かつて一族の人間のみが使える砲器を発明したんだけど、実はあの秘境でそれと似たものを見たのよ。残念ながら近づいた途端に跡形もなく消えてしまったけれど、おそらくね。けどそれを判断するのは難しいわ。私も断言はできない。でもあれが何かを知っているのはこの中では私だけよ。つまりこの空間は本当に私たちの心を読んでいるってことね。あの門もそうだった。まるで生きているかのように私たちを試している感じがした。人の心を読み、それを現実に作り出す。全ては私たちの警戒心を緩め疲弊させるために。ただ仮にそうだとしても、その最終的な目的は何なのかしら。死ぬまで私たちをここに閉じ込めるため？うん、
最悪の事態に備えつつ諦めずに行動しよう。双眼鏡炎に秘密が隠されているのは知っていたけれど、このようなことは七星でさえ聞いたことないと思うわ。そういえばイエラン、最初に外で会った時仕事があると言っていたが、あれは何の仕事だったんだ？私はカンルイヤの魔獣が侵入した時の真実を探しているの。ここからの話は全て他言無用よ。決して他の人に話さないこと。さもなければ。ああ、重々承知している。500年前のことよ。カーンルイヤから来た漆黒の獣たちにテイワット大陸の七国が襲われたの。当然リーユエもその被害を免れなかったわ。岩王帝君の命により戦艦軍は陣を敷き、死闘を繰り広げると、戦線を双眼鏡炎近郊で食い止めた。けど魔獣はあまりに凶暴だった。その戦いはかつてないほど熾烈なものとなったそうよ。ただ何者かが機を見計らって魔獣を引き離したの。それにより膠着していた戦況はこちらが有利となった。最終的にこの戦いに勝利したのはリーユエ人だったわ。けど帰らぬ人となってしまった者も大勢いた。私の先祖にその戦いに参加した人が二人いるの。でも生きて帰ってこれた方は正気を失い、おかしくなってしまった。今の七星もこれについてはほとんど知らないはずよ。当時双眼鏡炎から生きて帰れた人はごくわずか。真実を知りたければ機会を待つしかない状況だった。双眼鏡炎の周囲の封鎖が解かれたあの日、私は当時の真相を探るためこの地への移動を申請したわ。だけど私たちが今いるこの場所、これから直面するかもしれない危険は私の想像を全て上回るほど恐ろしいものだった。うん。でも諦めてはいけないわ。今の私たちにとって生きて帰ることこそが最優先にすべきことだもの。はあ、どうしたの？急に黙り込むなんて普段の君らしくないわね。話は後だ。今これまでの手がかりをまとめているところだ。突破口は私が見落としてしまった細部に隠れているかもしれない。だから一から見直さないと。じゃあ。ああ、心配はいらない。お前が言った内容は紙に記録しないから。そうじゃなくて、つまりそのことについて考えるなら私も混ぜてちょうだい。あまり旗色が良くないようだな。まだ天気は訪れないということか。大丈夫だ。具体的に何が起きたのかは私に教えなくていい。たまに親分を羨ましく思うよ。なあ牛よ、このちびすけ眠ってんだよな。どんな夢見てんだろうな。普段は一世のいいチビだが、こんな風に元気がなくなることもあんだな。かわいそうに。それに
あのアンちゃんもだいぶ弱ってるみてえだ。二人とも心配だな。俺様が牢屋にいる時もこんな感じで寝てるって、冗談はよせって。俺様の寝姿は世界で一番かっこいいに決まってんだろ。お、旅人か。たく、いつからいたんだよ。あれ、ここは。おお、だいぶ良くなったぞ。多分こんなおかしなところ見たことなかったから、ちょっとびっくりしちゃったんだ。テイワと一のガイドのくせに恥ずかしいところ見せちゃったな。おう。あ、そういえば眠ってる間、夢の中でずっと牛の鳴き声が聞こえてたんだけど。あ、そう、この声だ。牛よ、お前がオイラのこと見ててくれたのか。旅人、コウマ大聖が目覚めたようだ。支障ない、心配は無用だ。夜叉がまとう骨性は人に害をなすものだ。あまり近づくな。私には仙人の血が流れている。見くびられては困るな。どうだかな。オイラが寝ている間に何があったんだ。ショウがここにいるなんて。お前らにどうにかして来いと言われたから来たまでだ。コウマ大聖、何があったのか話してくれないか。かしこまる必要はない。ショウでいい。ああ、わかった。ただのつまらぬ戦いだ。この地を訪れたのはある人物を探すためだった。だがそいつは我が思っていたのとは全く違った。普段は敵家衆の養老を守るため傍受旅館にいるとピンバーヤから聞いた。それが人探しをするとは。まさか相手は仙人か。不赦という名の夜叉を探している。不赦、あなたと並ぶ五宝夜叉の一人の不赦か。だがあなた以外の四人の夜叉はもうこの世にいないはずだが。一説では確かにそうだ。だが不赦の遺体だけは見つかっていない。夜叉とは魔人の残骸を払うものだ。長年残骸を払い続けるがゆえにその身は骨性に染まり、いつか必ず狂気に陥ってしまう。我が最後に不赦と会ったのも奴が狂気に飲み込まれたその日だった。奴は去った。行方を知る者は誰もおらず、我も消息をつかめていない。不赦は我ら五人の中で長兄のような存在だった。不赦はこう言っていた。夜叉の戦いは苦難に満ちたもの。生死に関わらず互いに助け合い、それぞれの居場所を把握しておくべきだと。もしかして狂気に飲み込まれたせいでその約束を忘れたのか。ありえなくはない。だがたとえ奴が忘れても我は忘れない。我は生き残った者として
全員の行方を明らかにする義務がある。じゃあどうして双眼に来たんだ？まさかここに不赦の行方に関する情報があるのか？500年前カーン・ルイアの魔獣が双眼巨炎へ侵攻してきたのは知っているか？その戦いは長きにわたり続いた。だが噂によるとその中に勇猛で腕の立つ夜叉がいたそうだ。しかしその夜叉の名を知る者はいない。夜叉は5人だけではないからな。必ずしも不赦であるとは限らない。そういうことか。でもショーはその夜叉が不赦だと思ったからここまで調査に来たんだろう。断言はできない。だがそれ以外に手がかりはない状況だ。不赦は誇り高き夜叉だ。奴は戦う時に必ず名乗る。名を言わぬ夜叉は不赦のはずがないと思った。待ってくれ。もしかしてあなたが戦っていた相手は不赦で、あなたは彼にやられたのか？そうだ。そんな。カーン・ルイアの魔獣侵攻、双眼での死闘、それにイエランの先祖、これら全てが裏でつながっているような気がする。この世には偶然など無数にあるが、これほど重なることはあまりない。まさか遺言にあった方法、大義版とも関係があるのだろうか？遺言？ああそうだ、私はとある遺言のためここに来た。あなたはこのようなことにあまり触れないようにしてきたのだろう。人も仙人も願いや神事を遺言として残し、他人に思いを託すんだ。それを残すのはいつでもいいのか？その今すぐにでも遺言を残しそうな表情は。お前たちが我の幻影を見たと言ったのは偶然ではない。この空間は仲間を求めるお前たちの心につけ込み、自ら罠にはまるように仕向けた。だが単純な欺瞞ではすぐに露見してしまう。わずかな偽りの混ざった真実というのが最も恐ろしいんだ。ここがお前たちに聞かせた声も確かに我が口にした言葉だった。実際に声を聞かせ焦燥感を駆り立てる。一方的に送った情報はおびき寄せるための餌となる。もし空間の裂け目を利用して我らが接触していなければ、すでにこの中の誰かが欠けていたかもしれない。この空間は獰猛な殺戮より魂を消耗させることに重きを置いているようだ。そんな。相手は悟い、ここに長居すべきではない。たとえ用が済んでいなくとも、お前たちをここから外に送り出す方法を考えなければ。バレが来たのは警告のためだ。ここは極めて危険な地、長居すれば空間に蝕まれる。でもどうしてショーはそんなこと知ってるんだ？おそらく亡霊のように地下をさまよう影となるだろう。どうやらあなたもそれを見たようですね。イエラン戻ったのか？ええ、みんなの話を聞かせてもらったわ。私も地下で異常現象を見たことがあるの。ここにあるはずのないもの、一瞬で消えてしまう奇妙な人影、いずれも現実のこととは思えなかったわ。幻影か。最初我もそのように思った。だがことはそう単純ではない。いずれその幻影たちが実体を持ち、お前たちを襲う可能性もある。先ほどの話から察するに、あなたは脱出する方法を知っているのですか？確証はない、ただの憶測だ。炎飛の言うようにこの空間は錯綜している。
だが、しかもあるようだ。我は双方の空間のつなぎ目に衝撃を与え、裂け目を作ることでお前らの元にたどり着いた。故に我の全力を注げば、この混沌とした空間を切り裂き、道を作ることができるだろう。なるほど。強力な衝撃によって空間に影響を及ぼすのですね。その可能性は私も考えていました。全力を注ぐとはどういう意味だ？要は我の全てを出し切るということだ。待てよ、オイラたちを送り出すっていうことは、ショウはここに残るつもりなのか？まさか。我はこの地下で不赦と会った。故にこの地の恐ろしさをよく理解している。裂け目を作るにしても、瞬間的な衝撃で作れるのは小さな傷が関の山だ。外に出るには通路を維持するため力を注ぎ続けねばならない。命を懸けることには慣れている。これは我にしかできぬことだ。そんなのダメだ。たとえ言っていることが事実でも私は納得できない。オイラもだぞ。一人を犠牲にしないと出られないなんて、そんなのいい方法じゃない。実行に移せる策があって初めてその良し悪しを論ずることができる。だが今はそうではない。他に策がないゆえ、お前たちはここで立ち往生しているのだろう。しかし、あなたのその方法は確実に成功するのか？保証はない。そんなバカな真似すんなよ。確証のないことのために命を懸けるなんて割に合わないぞ。とにかくその策には賛同できない。ならばこれが我の遺言だと言ったら。あなたは？それがあなたのお考えですか？率直に言って、この計画は成功も安全もどちらも保証できません。おっしゃる通り、人にとってヤシャは危険な存在です。ですが、そのような独りよがりな計画を突然押し付けられて、私たちが納得すると思いますか？過酷な戦場では常にそうであった。不利な状況では命を落とさねば解決できないこともある。犠牲を恐れて動かなければ賞賛すらも生み出せない。私も死の淵に立つような戦いを経験したことがあります。そのような極端な方法は本当に手を尽くした時まで口にしないでおくものです。理解してもらおうという気持ちはわかります。ですが、無駄な犠牲になる恐れがあるのなら、そんなことを言っても士気が下がるだけです。本当に全てを捨てる覚悟があるのでしたら、他人に意見など求めはしないはずです。あなたはご自身が思っているほど冷酷な方ではありません。それに、逃げるために誰かを失うなど元も子もありません。イエラン、そんなことを言うな。とにかく今はまだ命を懸けるような時ではないでしょう。もしかしたらまだ調べ尽くせていないだけで、隠れた道があるかもしれません。もしそれが見つからなかったら、見つからぬままに自己犠牲の道すら選べないほど衰弱してしまったら、どうするつもりだ？この段階であなたを犠牲にすることと未知の出口を見つけることの成功率に差はないはずです。この二つの策に優劣がない以上、すぐに行動に移すこともできません。全力の一撃でこの空間を壊せるだと？ははっ、いいこと聞いたぜ。誰が残るか残らねえかなんて、そんな話俺様は聞きたかねえ。結局はこうすりゃいいんだろ？さあ、どこのどいつが俺様たちを閉じ込めてやがる。
待ちなさい。こいつを食らえ。みてえだな。だが他にも道があんじゃねえか。英雄でも何でもこの俺様が引き受け。言わんこっちゃない。